はい、こんにちは。こんにちは。旅する2人のゆうきときょうかです。はい、今日行くホテルはこちらです。はい、浜町ホテルです。はい、はい、ちょうどね、ここは今2周年で産休プランで3900円で泊まれるっていうね、うん、プランがあったんで、もうすぐ予約取っちゃいました。はい、はい、ということで、じゃあチェックインしていきたいと思います。はい、チョコがもらえたね。あ、ちょっとさ、これ見てみようよ。チョコレートショップ。ね、見る。ね。あ、結構広いんだね、こっち。奥まであるんだね。あー、本当だ。15階建てって結構高いよね。高いな。うん。で、今回はね、14階のお部屋です。はい、かなりシックで結構シンプルだね。14階にございます。143、ここだ。おー、ね、ちょっとなんか海外っぽいな。じゃあレビューしていきたいと思います。はい、今回はダブルルームです。うん、まあ産休プランのあの安いね、本当に超お得プランで泊まってるから、うん、まあここがね、一番狭い部屋にはなるかな。そうだね、うん、でここにダブルベッドがまずあります。うん、でまあこういったハンガーラックだったりっていうのがあってね、見て、なんかここがおしゃれだよ ね、 なんかうまくさ、こうインテリアみたいにこう並べられてるのが、うん、おしゃれ。こうなんかレザーになってんだね。ほんとシックな感じだね。うん、そう、これかわいいみたいな。コップがこれはブラックティーアールグレイ。こういったなんだ。何これ、でもどうやって入れるやつ、粉末かなね。ここにポットだったりね、まあ、基本的にここら辺に全部設置されてます、うん、でこれが冷蔵庫かな。そうだね、うん、冷蔵庫はこの小さめの冷蔵庫で、うん、お水はね、ここに2本置いてあります、はい、と、まあ、なんといってもここだよね、うん、このこれすごいよね。この広さってか、結構コンパクトなお部屋なんですけど、ね、もう2人座れるぐらいのこのソファーが、うん、ここがね、そう、じゃーん、こんな感じのテラスっていうのかな、ね、があります。あ、出れないようになってる。そう、結構ね、外外見からもここのテラスが全部バーって見えて、うん、本当に ね、 なんかね、ちょっとなんかシンガポールとかにありそうな外見なんでね、おしゃれ。うん、なんかこの照明も可愛いね。ね、確かに。うん、で、なんかめっちゃスイッチあるよ、これ全部照明か。うん、確かにこうやって見たらさ、結構いろんなところに照明ない？すごい、なんかいろんな間接照明がいろいっぱいある、うん、あ、で、ここにコンセントがある、うん、隠しコンセントね。でもさ、もしここのテーブル使って作業する人とかだったら使えそう、うん、あー、あとこれ用か、こいつ用かもね。あ、そうだ ね非洗浄機あります。はい、で、じゃあこっちバスルーム、まあこれはね、ユニットバスになってて、どこのやつ、これ小泉、見たことあるっけこれ。うん、小泉のドライヤーをどっかで使った気がします。あったか。で、まあね、ここにトイレがあって、アメニティはね、まあほんといつものやつかな。で、ハンドソープで、ペリカンのアメニティ類かな。うん、これいいんだよね。でもこれ結構好きね、うん、いや本当にお持ち帰り系じゃなかったらペリカンのこのシャンプーとかが一番いいんじゃないかな、うん、ってぐらい好きです。まあ浴槽はね、こんな広さです。
狭すぎずって感じかな。そうだね、うん、結構ここもね奥行きがあるからね、窮屈感はないかな。うん、ゆったり入れそう。なんかシャワーヘッドもすごい新しそう。なにこれ強そうな。あー、なんかこれ強そうだね、ほんと、うん、まあこんな感じかな、うん、結構、あの他の部屋見るとほんとになんかね、自然こうコーナーだったらガラス張りになってるみたいなところとか、うん、結構広いお部屋とかあったんで、まあ今回この部屋だったんだけど、ちょっと次もう一回来るときはいい部屋泊まってみたいね。そうだね、うん、またリベンジしに行きたいね、リベンジしに行きたいよ ね、うん、なんかあと今朝食がやってなくて、そうなので、まあ今度は朝食つけて、うんうん、他のお部屋もね、うん、泊まってみたいなって思います。はい、はい、の来て早々もう締めみたいな感じになっちゃったけど、でももう本当に今回はあの朝食もなし夕食もなしなんで、そう急遽本当に予約したから、うん、そうワーケーションだね、うん、ってことでじゃあ一回ゆっくりしたいと思います。はい、はい、早速夜になりました。はい、はい、で、この浜町ホテルが、うん、その2周年っていうプランでね、うん、そう予約をしたんですけど、うん、結構これも話題になった、ね、話題になったね、うん、1人約2000円だからすごいお得でね、うんうん、まあもうこれはないだろうね、うんうん、でもね、東京のホテルでね結構さ、うん、こんな綺麗なホテルがさ、まあ、コスパよく泊まれるってめっちゃいいよね、うんうん、まあ、本来だったら本当1万円ぐらいするから、まあラッキーだったね。そうだね、うん、じゃあちょっとまあこのホテルについてちょっと話していきたいと思います。はい、いや本当なんかねこういろいろ洗練されてて、照明一つであったりとか、うん、スイッチ一個であったりとか、まあ、本当そういうところはねめちゃこだわってて。そうだね、うん、個人的に好きだったのはなんかこのソファー、なんかソファーのなんか置き方っていうかさ、うんうんうん、っていうのと、あとなんか外のなんか出られるわけじゃないけどなんかちょっとしたテラスがついてて、うんうん、緑が見えるっていうのが窓が大きいからそんな圧迫感もなく、うん、外の緑がね見えて、うん、なんかそこがいいなっていう思いました。確かに、まあなんかパッと目を引く外見してるよね、うんうん、まあ本当口コミがね高い理由がよく分かったって感じです。そうだね、うん、まあ、ここはもしかしたらリベンジするかもしれないです。うんうん、ということでじゃあね、まあ、明日も本当朝食がないからお部屋でって感じになるから、うん、まあさっぱりとした動画ですね今日は。そうですね、うん、ということでね、うん、今日もゆっくり寝たいと思います。はい、はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。まあ本当何もすることもなくねゆっくり過ごしました、うん、ってことでちょっとねチョコ食べてみようかな。そう、これはウェルカムチョコレート、うん、まあね朝食があったら食べたかったんだけどね本当に、うん、じゃあいただきます。うん、お、おいしい。おいしい。うん、なんかねちょっと香りが すごいなんかね、苦いビターじゃない、おしゃれなビターね。なんかすごい香りが強いでしょ、うん、だよね。うん、おいしい。ということでね、はい、今回はね、この3級プランで浜町ホテルにね、うん、泊まってみました。はい、どうだった。いや、それはもう大満足ですよ、ね、本当に大満足、ね、この値段だからうん、本当ね、設計からこうなんだろうな、一つ一つ本当にセンスがあって、他のね部屋はもっとすごいから本当にちょっとリベンジしたいホテルですね。そうだね、うん、うん、お仕事とかでも利用しやすい結構ホテルなんじゃないかなって思うのでね、うん、ぜひね気軽にこの周辺とか来た際は浜町ホテルに泊まってみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、 Twitter と Instagram でホテル紹介もしてるのでそちらもぜひご覧ください。はい、はい、じゃあちょっと今回はねあっさりした動画になりましたけど、じゃあバイバーイ。バイバーイ。